新型コロナ関連のニュースをまとめてお伝えします。コロナかインフルか同時に分かります。厚生労働省の審議会は唾液を使って新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスの感染を同時に判定できる PCR 検査の保険適用を了承しました。鼻の奥の粘液よりも検査時の感染リスクが低いとされる唾液の検査を保険適用することで、医療従事者の負担軽減につなげたい考えです。コロナ後を見据え、安倍前総理大臣が動きました。菅政権をしっかりと皆さんと共に支えて、このコロナ危機を、経済における危機を乗り越えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。安倍前総理はポストコロナの経済政策を議論する自民党の議員連盟の会長に就任しました。安倍氏は政府日銀の連合軍で対応する必要があるとして、財政金融政策が重要だと訴えました。安倍氏は今夜岸田氏などと会食するなど動きを活発化させています。ワクチンに各国も熱い期待を寄せています。非常事態宣言を発令中のスペイン政府は、アメリカの製薬大手ファイザーのワクチンを来年初めに2000万回分入手すると発表しました。さらに感染者が110万人を超え、3万人以上が亡くなった南米コロンビア政府もワクチンの確保に動き、国民に無料で届けるとしています。学校のコロナ対策をめぐり抗議デモです。フランス・パリで教師が教室内で生徒との距離を保つことができないとして、対策を強化するよう抗議デモを行いました。フランスでは春に続く2度目のロックダウン中ですが、学校の授業は休まず続いています。その他、ロシアが承認しているワクチンの有効性が 92% に上ったと発表するなど、ご覧のニュースが入ってきています。最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますと、テレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。